掛川市の商店街でたすきをつないで駆け抜ける掛川市城下町駅伝競争大会が開かれています。城下町を舞台に開かれるこの駅伝大会は掛川市民の健康のために5年前から始まりました。今年の大会には市内外から過去最多の254チームおよそ1300人が出場しています。コースは掛川城周辺の商店街で、小中学生の部が4人でおよそ 6.4 キロ、高校生と一般の部は4人でおよそ 11.4 キロです。今朝は気温が低く冬らしい天候となったものの、出場者は寒さに負けず風情のある商店街を駆け抜けています。この駅伝大会は午後0時半まで行われます。